こんにちは、東京ガールです。皆さんお元気ですか？東京ガール、オランダに来て1年が経ちました。で、1年どうだったよっていう動画です。何事も1年目って大変ですが、本当に大変でした。この1年は嵐のように過ぎていきました。簡単な1年の思い出話と、何が一番難しかったか大変だったか、トップ3をシェアしていきたいと思います。2020年の9月にオランダに来て、どこに住むか決まってなかったので、まずは Airbnb を転々として、どこの都市に住むか決めようと思っていました。私が滞在したのはアムステルダムとロッテルダム、それぞれ1ヶ月ぐらい住みました。1ヶ月ぐらい住みながら、アムステルダム、ロッテルダム、デンハーグで家を探しました。これがなかなか苦戦しました。まず都市も決められないし、土地勘もなかったので、何が何だかわからない状態で、やっと契約まで持っていけたのがアムステルダムの家でした。結局家探しはどこの都市にするかがなかなか決められなかったので、2ヶ月もかかってしまいました。家探しの動画は以前上げていますので、ぜひそちらを見てみてください。そしてアムステルダムの生活がスタートしました。アムステルダムの家が決まってから、住民登録をして、ビザの申請、銀行口座を作ったりと、手続きがいろいろあって、落ち着いたのは4ヶ月目ぐらいでしょうか。長い冬はロックダウンだったので、ほとんど家にいる生活でした。オランダは春夏頃からコロナのロックダウンもだんだん解除されて、いろいろ外にも出れるようになりました。外に出てみると本当に素敵な街だなと思っています。それでは移住にあたって一体何が大変だったのか、トップ3です。ナンバーワンは家探し。家探しは住む都市を決められなかったので、とにかく問い合わせをしまくって、電話番号を記載していたので、電話がかかってくるとどの物件がなんだか分からなくなってしまって、とにかくもうはちゃめちゃでした。理想通りの家は見つけるのは難しいかもしれませんが、家が見つからないため帰国するっていうまでは聞いたことないので、運と根気と希望を捨てずに探していくような感じです。そしてナンバー2は医療です。これは健康な人にはあんまり関係ないかもしれませんが、医療システムは日本と違うので慣れるまで大変でした。ホームドクター制、かかりつけ医を登録して、どんな内容でもまずはかかりつけ医に見てもらって、そこから専門医を紹介してもらうシステムです。なので、例えば日本みたいに耳鼻科に行きたいなと思っても、まずはかかりつけ医に行って、そこから耳鼻科の先生を紹介してもらうような形になります。なので少し時間がかかってしまう感じです。慣れてしまえば大丈夫かもしれませんが、やっぱり早く見てもらいたいですよね。そしてナンバー3、天気。これはオランダはですね、一日の天気が本当に変わりやすくて、朝は雨で昼間は晴れて、夜は嵐とかがあって、一日の天気が安定しません。なので天気に振り回されてしまいます。
私は未だに振り回されてて困ってます。冬は日照時間も少ないのでなんか元気も出ません。一日にいつ雨が降るか分刻みで分かるアプリウェブサイトもあるのでこちらです。これがめちゃめちゃおすすめです。オランダに来た際はぜひ使ってみてください。そんなところでしょうか。トップ3、家探し、医療、システム、気候ですね。まあでもそれ以外そんなところでしょうかね。住んでいてその他はいいことが多いです。まだ1年しか経っていませんが、やっと生活も慣れてきたという感じで、2年目、気を張りすぎずに頑張っていこうと思います。少しでも参考になれば幸いです。それではまた次の動画で、バイバーイ。ルイ。YouTube のライブ配信をしたいと思っています。携帯を通してライブ配信をするには1000人の登録者の方が必要です。チャンネル登録していただけると涙ちょちょぎれます。それではバイバーイ。ルイ。